avete visto tutti, no? La partita l'abbiamo fatta noi, abbiamo creato tante. Ma皆さんも試合ご覧になったと思いますので、どういうふうに試合をもう一方的に支配した試合だったっていうのはもう皆さんご覧になったと思いますので。Quindi, è chiaro, questa volta non abbiamo concretizzato le azioni, però. まああの毎回最近そういうチャンス作った中でしっかりフィニッシュまで行けて試合勝ち切るってこともあのでき始めてたんですけれども、まあこの間はそういうところまで行けなくて。ただまあ練習の中で準備できるっていうのはもうそのチャンスをやっぱり数多く作るっていうところまで準備ができるところで、あとはもう実際試合の中で一個一個ゴール決まるか決まらないかっていうのはもう運も絡んできますので、まあ、継続して毎試合今そういうふうにあのチャンスを作れてて、でどういうプレー内容でそういうチャンスを作れてるかっていうところに関しても満足していますので、piano piano migliorano tutte le cose, non c'è una cosa in particolare, クリアのちょっとずつ良くなっていくっていうのが普通だと思いますので、何か一つがいきなり良くなったとか向上したというよりは、まあ、全体的に総合的にどんどん良くなっていっているので、いろんなものが噛み合ってきているのかなという、特別に何か一つ上げるというのはちょっと難しいですね。いろんなものをやった上でこういう風に良くなっているので、まあ、あの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 、lo stesso bel mare la squadra difeso benissimo perché... ma Nagoya との試合にしてもその前の湘南戦にしても、まあ、もう攻める時間長いんですけれども、前から守りに行ってるから、あの攻める時間も長いので割合的に攻める時間が増えて守るのが短くなったっていうよりは、まあ、両方常にどちらも手抜かないでずっとやってるので、一方的にうちがゲームやれてるかなっていうような捉え方です。あめのリオキメドルパティですのスタッテストまあ、あの最近2試合というのはそういうふうにあの仕掛けて取られてもまたすぐ取り返しに行くという、だから守っている時間が短いという感覚はないですね。逆にあの常に守るという意味で仕掛けに仕掛けにあの奪いに奪いに行けていたというところが自分の中では目についたので、まあ、今チームがいい状態というのはそこからかなと。まあ、順位関係なく今チームの状態というのを見ると福岡すごくいい状態がありますので、大阪ガンバみたいな強いチーム相手に引き上げてますし、最終的にホームの試合も勝ったところから来ますの でチームの状態というのもあのどういうふうに福岡のやり方としてこのやり方がいいというのを今掴めていると思いますので、もちろんダービーとしてすごく大事な試合として捉えますし、まあ、準備をしっかりしてやらなきゃいけない試合だなと。まあ、ただその中でもチームのやり方変えたかっていうと、結局その東京戦あの時間帯で勝つために誰が活躍したかっていう名前を挙げていくとウェリントンも絡んでますし、non possiamo sapere adesso chi si giocherà, sicuramente la squadra con attaccanti veloci、 やり方変えてもうそれから何ヶ月経ったっていうよりは変え始めて良くなり始めてるっていう、まあ、それがもしかしたらこのままやってこの今年はそうやってやっていくのかなって、まだ向こうも好感触っていうぐらいの段階だと思いますので、もしかしたらうちでやるときにまた違うやり方してくるかもしれないですし、なので何やってきても大丈夫なように向こうの戦力分析した上でこういうことだってやってくる可能性があるっていうのがあったら、それに向けても全部準備をしてあらゆる状況に対応できるように構えておきたいと思います。まあ、ちょっと負けたできますよ、ピアノソフェルトコンノイ、まあ、逆に言うと一緒にその苦しい時期を乗り越えてくれたファンの方々にお礼をっていうような、逆にまだそこまで抜け出した状況でもないと思いますので、まだ苦しい状況っていうところで戦っていかなきゃいけない、一緒に歯を食いしばってまだ戦ってもらわなきゃいけないと思いますので、まあ、感謝の気持ちを表現するっていうよりはまた一緒にすごい難しい試合が待ってますので、本当に一緒に必死になって戦うチームと一緒に同じぐらいの気持ちで戦ってもらえたらなと、そういうふうなメッセージをファンの方にも届けたいと思います。まあ、chiaro che cambiano, cambia un po'. まあ、もちろん変えなきゃいけないところはまずありますというところははっきり言っておきますけれども、ちょっとあまりにもいろんなことがありますので、 cambia chiaramente i tempi di recupero col caldo che c'è adesso si fa fatica a recuperare. まあ、試合の中でのこともありますけれども、自分が同じように気をつけているのは試合と試合の間の日程的なものでどういうふうに運営していくかというところを、quindi cercare di avere magari un po' più possesso. まあ、実際にそのプレーの中ではやっぱり相手に合わせて走ると疲れちゃいますので、自分たちがポゼッションしている限りは自分たちのペースでいけるので、ポゼッションをより確実に
安全な状態で効果的にやるっていうところはこだわって準備してますけど。In questo momento siamo anche in una buona posizione no? come classifica per quanto riguarda i minuti di possesso che facciamo durante la ポジションの時間っていうところのランキング見てもリーグの中でもいいところにいると思いますので、まあ、自分たちの武器と捉えてもいいと思いますのでそのポジションを生かすと体力の無駄な消耗もないのかなと。Quindi, normale. なので数字的に実際できている部分でもあると思うのでそれはまあ。Non si può giocare lo stesso modo con 40 gradi e 10 gradi cambia completamente. 最初質問いただいた通りに気温が10度の時と40度の時で同じ戦い方っていうのはサッカーの世界でできませんのでもちろん環境に合わせた状態で気候に合わせた状態で戦うっていうのは In che senso? Che... ma forse un po' più calda, piovosa forse qui, no? Quindi c'è un po' più di umidità. ちょっと、湿気は感じる感じはありますね。もしかしたら雨の量はこっちの方が多いと思うので。Però, non so se cambia così tanto. Io sono solo da poco qua, quindi a Tokyo c'era caldo lo stesso. Ma quando abbiamo giocato, comunque non giocavamo solo a Tokyo. ma Tokyo は涼しかったっていうわけでもありませんので。giocavamo in tutto il Giappone. まだその九州の夏っていうものをしっかりと。理解できてるわけじゃないので、まあ、そんな変わるのか変わらないのか分かんないですけどあえて今違うかなって思うところを無理やり探したら湿気かなって言ってみたものの本当に合ってるか分からないSoprattutto credo che sia l'umidità che dà fastidio まあでもこの暑い時に暑いよりも多分湿気で皆さんもイライラすると思いますので、まあ、その感覚っていうのはより今九州で感じてるので、まあ、そこなのかなって、まあ、今日みたいに風があるとちょっとすっきりした感じで Sei fortunato皆さんも今日グラウンドに来なきゃいけない中でそういう天気でよかったですわべね OK よろしいでしょうかありがとうございました。